フーリエ変換。数学において、フーリエ変換、フーリエ変換は、実変数の複素、または実数値関数を別の同種の関数に移す変換である。変換後の関数は、元の関数に含まれる周波数を記述し、しばしば元の関数の周波数領域表現と呼ばれる。これは、演奏中の音楽を聴いて、それをコードに書き出すというようなことと、同様な思想である。 実質的に、フーリエ変換は関数を振動関数に分解する。フーリエ変換は他の多くの数学的な演算と同様に、フーリエ解析の主題をなす。特別の場合として、元の関数とその周波領域表現が連続かつ、比喩界である場合を考えることができる。フーリエ変換という術語は関数の周波数領域表現のことを指すこともあるし、 関数を周波数領域表現へ移す変換の過程、公式を言うこともある。なおこの故障は19世紀フランスの数学者、物理学者で次元解析の創始者とされるジョゼフ・フーリエに由来する。化石分関数のフーリエ変換の定義としてよく用いられるものにもいくつか異なる流儀がある。本校では、お定義として用いる。ここでギリシャ文字小文字のは、 任意の実数である。対象の関数における独立変数が物理量の場合、風理へ変換は独立変数の次元を元の逆数に移す。例えば、変換前の関数における独立変数が時間の次元を持つとき、変換後の独立変数は周波数の次元を持つ。あるいは、変換前の独立変数が長さの次元を持つとき、 変換後の独立変数は、波数の次元を持つ。この性質は、定義よりが無次元量であることから従う。適当な条件の下、は、その変換からフーリエ逆変換によって復元することができるは、任意の実数。他の定義や記法については、口述する。フーリエ変換を考える動機は、フーリエ級数の研究に始まる。フーリエ級数の研究において、 複雑な周期関数は単純な波動の数学的な表現である、制限関数や予言関数の和として表される。制限や予言の性質のおかげで、この和に現れる、角波の量、風林へ係数を積分によって計算することができる。多くの場合に、E、イコールコサインに πθi、真に πθ を用いて、制限関数及び、予言関数の代わりに、基本波動、 E を用いた方が便利である。この場合には多くの公式が簡単化され、本校で口述するフーリエ変換の他の類似の定式化を与えるという点に優位性ある。この制限、予言から複素指数関数への移行にはフーリエ係数が複素数値であることを要する。この複素数は関数に含まれる波動の振幅、あるいは大きさと位相、あるいは 初期核の両方を与えているものと通常は解釈される。また、この意向に際して、負の周波数も導入される。例えば、波動 E 及び E は、共に周期1を持つが、複素、フーリエ級数においては別々の成分として取り扱われる。従って、周波数を単純に周期の逆数と考えることは、できなくなる。フーリエ級数を以下のようにして、 フーリへ変換の動機づけに用いることができる。関数を、ある区間、L、2、L、2の外側で例となるようなものとすると、任意、e、の TL に対して、を、区間、T、2、T、2乗のフーリへ急数に拡張できる。ここで、F のフーリへ急数に現れる波動、E の係数となる、C で表される、量は、で与えられ、は公式、で与えられなければならない。 クサイイコール NT とおき、デルタクサイイコール TNT イコール 1T とおくと、最後の和をリーマン和として考えることができる。T とすることにより、このリーマン和は定義説で与えられるフーリエ逆変換に収束する。適当な条件の下では、この議論をもっと明確化することができる。したがって、この場合はフーリエ級数だが、 フーリーエ変換は関数に含まれる個々の特定の周波数がどの程度あるかを測るものと考えることができ、それらの波動を積分、あるいは連続和にって再結合して元の関数を復元することができる。以下の画像はフーリーエ変換が特定の関数に含まれる周波数を測る方法を視覚的に表したものである。関数としてトンが 秒で測られる場合には 3Hz で振動し、急速に0になるを描く。この関数は特に秒がしやすい未風流へ変換を持つものとして選ばれたものであり、最初の画像はそのグラフである。を計算するために E を積分する。2枚目の画像は、この非積分関数の実部及び虚部である。非積分関数の実部は、ほとんど常に正となる。これは、画フであるときには、 E の実部が同様に負となることによる。それらは同じ比率で振動するから、が正であるときも同様に、E の実部も正になる。この結果、非積分関数の実部のを積分すれば、比較的大きな数値、ここでの場合0.5を得ることになる。一方、を見る場合のように含まれない周波数を測れば、非積分関数は十分に振動し、それゆえに、 その積分はとても小さい値となる。一般の設定ではこれよりは少し複雑になるが、それでも、風エ変換は関数に含まれる個々の周波数がどれくらいあるかを測るものという考え方に変わりはない。実数直線上で定義される関数 F が化積分であるとは、を満たするベーグ加速関数であることを言う。化積分関数が与えられたとき、 これらの風エーー変換を、それぞれ、で表す。風エーー変換は、以下の基本性質を満たす。化石分関数の風エーー変換は、常に成り立つというわけではない性質も持っている。化石分関数の風エーー変換は、一応連続でを満たす。化石分関数の風エーー変換は、であることを述べた、リーマンルベーグの補題をも満足する。 化石分関数 F のフーリーエ変換は誘拐連続だが化石分であるとは限らず、その逆変換をルベーグ積分として書くことは一般にはできん。しかしながら、およびがともに化石分ならば、反転公式がほとんどすべての X において成り立つ。つまり、は、右辺で定義される連続関数とほとんど至るところ等しい。特に、が、 実数直線上の連続関数として与えられたならば、すべての X において等式が成り立つ。前述の結果としてわかることは、フーリエ変換が L 上端者であることである。F 及びグラムは化石分であるとし、そのフーリエ変換をそれぞれ及びと表す。F 及びグラムが共に自乗化石分であるならば、パーシバルの定理が成立する。ここで、 植え付きバーは複素協約を表す。パーセバルの定理と同値なプランシュレルの定理によれば、が成立する。プランシュレルの定理により、L に属する関数の講述する意味でのフーリエ変換を定義することが可能になる。プランシュレルの定理は、フーリエ変換は元の量のエネルギーを保存するという自然科学における解釈を持つ。著者によってはこれらの定理のどちらともプランシュレルの 定理あるいはパーセルの定理と呼んでいる場合があるので注意を要する。局所コンパクトアーベル群に関する文脈におけるフーリーエ変換の概念の一般の定式化についてはポントラギンソー・銀ー追の項を参照されたい。一般的に言って F が凝縮されればされるほどそのフーリーエ変換はより拡散される。特にフーリーエ変換のスケール性からわかることとして 関数を X において圧作するならば、そのフーリエ変換は臭いにおいて進展される。従って、関数とそのフーリエ変換の両方ともを勝手に凝縮させることはできない。関数とそのフーリエ変換のコンパクト化の間の特質評価は、不確定性原理の形で定式化することができる。は、化石分かつ、事乗化石分であると仮定する。 一般性を失うことなく、関数は、に正規化されているものと仮定して良い。この時、プランシュレルの定理によりも、同様に正規化される。x イコール例の周りでの拡散は、で定義される、例の周りでの分散によって測ることができる。確率の言葉で言えば、これは f の例の周りでの二次のモーメントである。この時、不確定性原理は、関数が、 絶対連続で関数 X 及びが事情化積分であるならばが成り立つことを述べる。等式が成立するのは従ってである場合に限る。ただし、定数シグマ例は任意であり、係数 C はを、l 正規化する定数である。言い換えれば、和例を中心に持つ正規化ガウス関数の時統合が成り立つ。事実として、この不等式は、 任意の X、臭や R についてが成立することをも含む、量子力学において、運動量と位置の波動関数は、プランク定数を因子に持つフーリエ変換体である。プランク定数を厳密に環状に入れることで、上述の不等式は、ハイゼンベルクの不確定性原理を述する。ボアソンは公式は、フーリエ変換とフーリエ級数の間の関連性を、提供する。 化石分関数 L が与えられたときの周期化がによって与えられる。このとき、ポアソン和公式は F のフーリエ級数をのフーリエ変換に結びつけるもので、特に F のフーリエ級数はで与えられることを述べるものである。ポアソン和公式を用いて大きな次元のユークリッド球面における公式点の数に対するランダウの全金公式を導出することができる。 また、化石分関数 F とが共にコンパクト台を持つならば、イコール例を示すこともできる。フーリエ変換は関数の畳み込みと関数の点ごとの積とを相互に変換する。およびグラムが化石分関数であるとし、そのフーリエ変換をそれぞれおよびで表す。さらにと、グラムとの畳み込みが存在して絶対化石分であるならば、 この畳み込みのフーリーエ変換は、フーリーエ変換ととの積で与えられる。ただし、フーリーエ変換の定義の仕方によっては、定数元が現れる場合もある。これを式で表せば、を畳み込みとして、と表されるとき、が成立することを意味する。線形時不変形理論において、F を単位インパルスで置き換えたものが、H イコールグラムを与えることから、グラムは、 入力と出力、H に関するルティ系のインパルス応答として解釈される。この場合はこの系の周波数応答を表す。逆に、が2つの事情化積分関数、P 及び Q の積に分解されるならば、のフーリエ変換は、各因子のフーリエ変換及びの畳み込みで与えられる。同様の方法で、H が、と、グラム、との相互相関であるならば、 H のフーリエ変換がで与えられることが示される。L の正規直行規定の重要な一つはエルミート関数形で与えられる。ここで H は確率論者のエルミート多項式と呼ばれるフォーミュラ31で定義される関数である。この規約の下、フーリエ変換はで与えられる。言い換えればエルミート関数形は L 上のフーリーエ変換の固有関数からなる完全正規直行形をなす。しかしながら、この固有関数形の選び方は、1位ではなく、フーリーエ変換の相違なる固有値は、プラスマイナス1、i の4つしかなく、同じ固有値に属する固有関数の2位の線形結合は再び固有関数になる。この結果として、L を4つの空間ジ、エッジで、 フーリエ変換がエッジ上で単に相倍として作用するもののなおかずに分解することができる。この方法によるフーリエ変換の定義はウィーナーによる。エルミート関数を選ぶのが便利なのは、それらが周波数域と時間域の両方で指数関数的に極在することと、それゆえに時間周波数解析において用いられる、非正数ツにフーリエ変換が得られることにある。 フォーミュラ33で、次数キロの最時調和多項式全体のナス、集合を表す。集合フォーミュラ33はとして知られる。高次元において、対9面調和関数系は、エルミート多項式と同様の役割を演じる。具体的には、フォーミュラ33の適当な P に対し、F イコール EP の風エ変換はで与えられる。集合フォーミュラ37を、 FP フォーミュラ33の形の関数から作られる線形結合全体のナス集合の L における平包みとする。この時空間 L は空間フォーミュラ37の名を数に分解され、フーリエ変換は各空間フォーミュラ37をそれ自身に移す。また各空間フォーミュラ37へのフーリエ変換の作用を特徴づけることが出る。 イコール P フォーミュラ33と表される関数のフーリーエ変換はとなる。ただし、であり、J は次数2の第一種ベッセル関数である。キロイコール0の時、これは同型関数のフーリーエ変換に対する有用な公式を与える。フーリーエ変換の定義を他の関数空間に対するものへ拡張することができる。コンパクト台を持つ。 滑らかな関数は化石分で、その全体は L において中密であるから、プランシュレルの定理を用いて、L の一般の関数にまで、コンパクト台を持つ、滑らかな関数によって近似して、フーリエ変換の定義を拡張することができる。さらには、ユニタリサ要素である。フーリエ変換の多くの性質は、この場合にもそのまま、成立する。ハウスドルフ・ヤング不等式を用いて、H、p に、 対する L の関数を含むように、フーリーエ変換の偽を拡張することができる。だが、さらなる拡張はもっと技巧的である。2P の範囲での L に属する関数の、フーリーエ変換には超関数の研究が必要である。事実として、P に関する L に属する関数の、フーリーエ変換は、関数としては、定義できないことを示すことができる。フーリエ変換は勝手な次元。 n において考えることができる。一次元の場合と同様に様々な流儀があるが、本校では化石分関数に対して、を、フーリーへ変換の定義とする。ここで、x 及び、臭いは、n 次元ベクトルであり、x 臭いは、ベクトルの天井積である。天井積は、しばしば x、臭いとも書き表される。プランシュレルの定理やパーセバルの定理がそうであるように、 上述の基本性質は、N 次元フーリエ変換においても成立する。関数が化石分であるとき、フーリエ変換は、やはり一様連続であり、リーマンルベーグの補題が成立する。より高い次元では、フーリエ変換の制限問題の研究が、興味深いものになる。化石分関数のフーリエ変換は連続で、この関数の任意の集合への制限が定義される。しかし、 自乗化積分関数のフーリーエ変換は、自乗化積分関数の一般の類をなす。そのような、L 関数のフーリーエ変換の制限は、速度例の集合上では定義することができない。1 p にに対する L における制限問題の理解は、未だ活発な研究の行われる領域である。驚くべきことに、集合 S の極率が比例であるようないくつかの場合には、 フーリエ変換の S への制限を定義することができる。S が R における単位球面であるときが特に興味深い。この場合にトマス・ステインの制限定理によれば、フーリエ変換の R における単位球面への制限は 1P に対する L 上で誘拐作用素である。一次元の場合と多次元の場合とで、フーリエ変換の大きな違いは、部分は作用素に関係する。 与えられた化石分関数に対し、で定義される関数を考える。さらにが、L に属すると仮定する。N イコール1で 1P とし、S イコールと置くと、ヒルベルト変換の誘拐性からは、R を無限大に飛ばす極限で、に、L 内で収束する。素朴に、N1 の場合にも同様であることを期待するかもしれない。S を一辺の長さが、 R の立方体とするならば、確かに、部分差要素は、元の関数に収束する。別の自然な候補として、ユークリッド球体、S、イコール、臭い、臭い R を取ると、部分差要素が収束するためには、単位球体に対するマルチプライヤーが、L において誘拐である必要がある。N2 に対しては、単位球体に対するマルチプライヤーは、P、 イコール2でない限り誘拐にはならないという、よく知られたチャールズ・フェファーマンの定理がある。事実として、P2 の時には、が、2、L 内で収束しないだけではなく、関数 L であってもが、L の下でさえないようなものまでが存在する。R 上の有限ボレル速度 μ のフーリエ変換は、によって与えられる。この変換は化積分関数のフーリエ変換が持つ。 多くの性質を引き続き満足する。大きな違いの一つに、速度に関して、リーマンルベーグの補題が成り立たないことが挙げられ、Dμ イコールデラックスの場合には、上述の定義式を F の通常のフーリーエ変換の定義に簡約化することができる。このフーリーエ変換を用いて、連続速度の特徴付けを与えることができる。は、そのような関数を、 速度のフーリエスキルチェス変換として得られるものとして特徴づける。さらに言えば、ディラックのデルタ関数は関数ではないが有限ボれる速度であり、そのフーリエ変換は定数関数となる特殊値は用いるフーリエ変換の形に依存する。フーリエ変換は、シュワルツ関数全体のなす空間、シュワルツ空間をそれ自身に移す、同章者像を与える。これにより、 肝増加長関数の風ーリーへ変換を定義することができる。これには常実の化積分関数がべて含まれ、それに加えて肝増加長関数の風ーリーへ変換が再び肝増加長関数となるという利点がある。長関数の風ーリーへ変換を定義するいくつかの動機は以下の二つの事実に由来する。一つ目は、と、グラムが化積分関数で、 そのフーリーエ変換をそれぞれとするとき、フーリーエ変換は情報公式に従うこと。二つ目は任意の化石分関数は任意のシュワルツ関数ファイに対して、を満たすという条件によって、長関数 t を定めることである。これらの事実により与えられた長関数 t に対して、そのフーリーエ変換を任意のシュワルツ関数ファイに対して、 なる、関係式によって定義する。これはイコール t から従う。長関数は微分可能であり、間増加長関数のフーリーエ変換と微分及び、畳み込みとはやはり常実の意味で両立する。フーリーエ変換を任意の局所コンパクトアーベル群に対して一般化することができる。局所コンパクトアーベル群とは、中小アーベル群であると同時に、 極所コンパクトなハウスドルフ空間であって、なおかつその位相に関して、群演算が連続となるものである。G が極所コンパクトアーベル群ならば、G はハール速度と呼ばれる平行移動不変な速度、μ を持つ。また、極所コンパクトアーベル群、G に対して、その位相指標全体のなす集合へ移行することができて、自身も極所コンパクトアーベル群の構造を持つ。 L に属する関数 F に対してそのフーリエ変換をによって定義することができる。この一般化を外周期関数に適用した理論や準周期関数に適用した理論が知られている。フーリエ変換及び近い関係にあるラプラス変換は微分方程式の解法において広く用いられる。を可微分関数でそのフーリエ変換をとすると 同関数のフーリエ変換がで与えられるという意味、フーリエ変換と微分差要素は両立する。このことを用いて、微分方程式を代数方程式に変換することができる。ただし、この手法は定義域が実数全体である場合にしか適用できないことに注意が必ずである。これを拡張して、定義域がであるような多変数関数に関する、 変微分方程式を代数方程式に書き換えることもできる。フーリエ変換を可能な限り最も一般な定義域上で考えることが望ましいことも多々ある。フーリエ変換を積分として定義すれば定義域は化石分関数全体のなす空間に自然に制限されてしまうが、不幸にして化石分関数のフーリエ変換として得られる関数の簡単な特徴付けは知られていない。 風呂絵変換の定義域の拡張は常実のように、いくつかの方法を用いて行うことができる。以下いくつか、風呂絵変換の定義されるより、広範な定義域と領域について詳細を述べる。風呂絵変換の記法として、以外によく用いられるものになどがある。あるいはもっと他の記号を使うこともあり得る。例えば、F と、 回のように元の関数を表している文字の対応する大文字を用いて、その風リへ変換を表すことは化学や工学において特によく用いられる技法である。複素関数は極座標に関してこれを表示することにより、振幅及び位相と呼ばれる二つの実関数、A 及びファイを用いてなる形に解釈することができる。 この時逆変換は、の周波数成分すべての再結合として、と書くことができる。各成分は、振幅が A で、X イコール0における、初期層角がファイであるような E の形の複素制限曲線である。フーリエ変換は、関数空間の間の写像として考えることもできる。この写像はここでは、フォーミュラ58で表し、 関数 F のフーリーエ変換にはフォーミュラ59が用いられる。この写像フォーミュラ58は関数空間上の線形変換と見ることができ。それによってフォーミュラ59と書く代わりにベクトル、ここでは関数 F の線形変換を表す。線形代数学の標準的な記法でフォーミュラ62と書くこともできる。関数に 風理ーーへ変換を施した結果は再び関数となるから、この新たな関数の臭いにおける値というものには意味があり、それをフォーミュラ63あるいはフォーミュラ64などと表す。前者の場合にはフォーミュラ58はまず F に施されて、その後に得られた関数の臭いにおける値が評価されるものと暗黙に理解されているということに注意しなければならない。 数学や多くの応用科学において、関数 F それ自身と関数 F の変数 X における値 F とを春別しなければならないことがしばしばある。このことが意味するのは、例えばフォーミュラ66のような記法は、形式的には F の X における根の風リへ変換と解釈できてしまうということである。このような不具合にもかかわらず、 特定の関数あるいは特定の変数の関数を頻繁に変換しなければならないような場合にはこのような記法はよく用いられる。例えばは、区形関数のフーリエ変換がシンク関数であることを表すために用いられることがあり、また例えばはフーリエ変換のシフト性を表すのに用いられることがある。最後の例は変換される関数 F を X のではなく、X の関数であるという前提のもとでのみ、正しいということに注意を要する。フーリーエ変換の定義として、慣習的によく用いられるものが参考ある。しばしば、フーリーエ変換を毎秒ラジアンを単位とする角、周波数オメガイコールにパイクサイを用いて表す。クサイイコール、オメガ、と置き換えれば、上述の定義式はこの規約の下と書くことができ。 また同じくこの規約の下で逆変換はとなる。本校における定義とは異なり、この規約によって定義される、フーリエ変換はもはや、L 上の変換として、ユニタリではなく、フーリエ変換と逆変換との間の対称性も、失われている。他によく用いられる流儀はの因子を、フーリエ変換と、その逆変換の間で均等に分割するもので、という定義が導かれる。 この規約の下では、フーリエ変換は再び、L 上の U に至り変換となり、またフーリエ変換と逆変換の間の対称性も回復することができる。これら3種類の定義はどれも、順変換逆変換ともに、複素指数関数的な積分角を結びつけることによって形成されている。順変換と逆変換で型につく符号は反対で、なければならないが、 どちらがどちらの符号を持つべきであるかという選択は、やはり定義の仕方によるということになる。以下に、フーリエ変換の閉じた表示に関する表を掲げる、フーリエ変換はよく用いられる3種類を挙げてある。関数、グラム、H に対して、それらのフーリエ変換を、それぞれ、で表す。以下の表における、フーリエ変換は、あるいはの付録に見つけることができる。 以下の表における、フーリイエ変換は、あるいはの付録に見つけることができる。フォーミュラ78、フォーミュラ80、フォーミュラ82。以下の表における、フーリイエ変換は、あるいはの付録に見つけることができる。E ハット、フラック、レフト、4イマス。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。